はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回、アサシンクリードオリジンズ実況をしていきます。特にすることがないんで、またレダのクエストやっていきます。そういえばね、アヌビスと戦ってようやくなんですけど、アヌビスの衣装の、3つ目ゲットしました。アヌビスの輝きですね。この、3種類で全部種類コンプということになってます。まあ、ちょっとね、僕はこの仮面系というかあまり好きじゃないんで着ないんですけど、こういうのね。またリアルでね、喋ってる時の声がこもるんですよね。まあ、アルタイルで行きましょう。で、アルタイル、前回ね、僕の雑談動画、アルタイルとワンについて語るね、動画見てくださって、本当にありがとうございます。コメントくれた方。あまり認めたくないんだけど、襲撃を受けて商品を奪われた。犯人がどこにいるかは分かってる。助けてくれ。クソ野郎が他の人を襲わないようにしてくれないか。見つけたものはあげるから。さあ、やりますか。えらい遠いな。 3000m 先か。まあ、せっかくなんでね、ファストトラベルは使わずに、このエジプトの風景を皆さんに見てもらいながら進めていこうと思います。まあ、馬を使えばね、意外と早く到着しますよ。喋っているうちにね。ただ、ここから、このメンフィスからどうやって出ようかな。街の外に出ないとね、馬が加速しないんで。こっちでいいかしら。一体どうしたんだ？まあ、確かにそうだよね。こんな神殿の中、馬で走ってたら誰でもどうしたんだと思いますよね。まあ、馬の動きがね、いい意味でリアルじゃないんで、すごい操作しやすいんですよね。変なシンジケートの馬車のように歓声がつかないというか、すごい直感的に動いてくれるんで、馬の操作しやすいですよ。で、一つね、雑学なんですけど、これって水を取る、汲み取りの、なんか機械というかね、もの、作業用の、機械じゃないけど、なんていうのかな、ものなんですけど、この水を取るね、汲む機械って、これ紀元前でね、こうして使ってるんですけども、現在のエジプトでも同じようにね、使ってる場所があるそうです。すごいですよね。すいません。なんか実況やってる時にね、咳が出ちゃうんだよね。あんま良くないよね。普段そんな出ないくせにね。で、紀元前ですから、もうキリストが生まれる前の話なんですよ。そう考えれば、いかに昔の話かっていうのがね、わかると思うんですけども。その時から使ってるね、汲み取り機械なんで。まあ、僕もサイトを見た受け売りなんですけどね。リアルに作り込んである部分と、こう、文献とかがないやつは、なんかUBI ソフトのイメージで、作ってる部分もあるらしくて。なんかエジプトめちゃめちゃ詳しいみたいな人からすると、なんでこんなとこにこの置物が置いてあるんだろうみたいな感じらしいですね。よいしょ。あと、ちゃんとね、
NPC の言葉が、まあ、僕は日本人なんで何言ってるかわけわかんないんですけども、ギリシア語とエジプト語みたいな感じ、あとローマ語かな、ちょっと忘れちゃったけど、それで分かれてるみたいなんですよ、地域によってね。そういった作り込みも、このゲームすごいなということなんですけども。ていうか予想以上にね、泥棒のいる場所が遠いな。さすがにここはお馬さん乗れないんでね。うんちょ。うんちょ。これなんだこれ。ハゲワシか。ハゲタカか。やばいぞ。話すことがなくなってきたぞ。いや、だからね、雑談動画、前回のね、オリジンズ、あった通りね、なんかこう、ユーピカさんの思う部分があったら、それを聞きたいですとかっていうリクエストはね、非常に嬉しいですね。非常にありがたい。うん、それをやってもらえることによってね、こう、話すこと、議題が生まれるんで、助かりますし、まあ、話してる僕もね、正直、承認欲求が満たされて気持ちいいですからね。アサシンクリードは前回も言ったけど、本当にね、会話ができる人が少ないんで、まあ、僕ぐらいの年齢になってくると、ゲームをする人間、しない人間で、本当に真っ二つで分かれるんですよね。今までその高校生とか、その学生時代の頃っていうのは、誰しもがみんな、ゲーム、なんとなくね、興味がなくても、まあ、プレ2持ってるよとか、プレ3持ってるよとか、プレ4も、まあ、プレ4は学生の時なかったけど、そんな風な感じであったわけなんですけど、今ね、もう僕らぐらいの年代になってくるとですね、やっぱね、ゲーム持ってるよっていうやつはゲームやるやつなんですよね。で、ゲーム持ってないってやつはもうゲーム上がっちゃった連中になってくるんで、まあ、家庭を持ち始めたりね、子供ができたりっていうのもあるけど、まあ、僕の両親は結構ゲームやる親だったんで、なんかもうちっちゃい頃からね、ゲームが身近にあったんですけど、結構ね、僕は一度その一つのゲームをやるとむちゃくちゃ長いんですよ。やり込むかやり込まないかは別としてね。友達にもね、この間言われたんですよね。長いね、っつって。何やってんのお前って言われたから、あ、俺オリジンズ今でもやってるよって言ったら、でもそれ結構前に買わないけかみたいな。そうだね、1年半ぐらい前かなとかって言ったら、いや、すごいな、っていうような話をしてね。だから人によってまちまちですよね。飽きたらすぐ新しいゲームって人もいたりね。なんか飽きてもふとした拍子にやってみると、ああ、やっぱ面白いなって思うゲームが僕にとっては面白いゲームなんですよね。だけど、ふとした拍子にやっても、ああ、もう飽きたなこれってなっちゃってたら、それはもう多分、本当に飽きてつまらないゲームなんじゃないかなと。勝手に思ってるんですけど、まあオリジンズにしかり、ユニティにしかり、全然飽きないですね。まあそのもうそろそろちょっといいかなって思っても、また時が経ってやれば面白いんでね。そういう点で考えると、シンジケートはなんか最初はそれこそ、おお、さすがアサシンクリードだなと思ったけど、やっぱね、飽きてしまって、そっからもう一回やろうかとかっていう気にならないんで、まあ僕別にシンジケートをクソゲーだとか風には思ってないけど、ちょっとやっぱ僕の、なんだろう、プレイスタイルというか、興味がそそる感じではなかった。戦闘があまり好きじゃないんでね、パカパカ殴ったり、いかんせんあまり好きではないんで、
評価。あ、ハイエナ、頑張れハイエナ。よし。なんかね、この僕の使ってるこの FF15 とのコラボアルテマソードって今てか最近気づいたんですけど、瀕死っていう能力があってですね、たまに相手をこう一瞬で一撃で仕留めることができるっぽいんですよね。うん、今更気づいたんですが、うん、まあ、僕はもう見た目がかっこいいんで使ってるだけなんですよけど、結構ねいいみたいですよこれ、うん。ウィーン、ジュボーン、滅殺で、これ確認してまさかレダに殺害を報告しに行くんじゃないでしょうね。ああよかった、終わりました。はい、ゴミということで必要ないレジェンド武器でしたね。ん？レジェンド武器じゃねえや、レア武器？呼び名がわからん。一番難易度じゃねえや、レアリティが高いのがレジェンドでしょ？これはなんだ？レア武器か。うん、いらないね。分解しましょう。分解あるいは売ってしまえばいいだけなんでね。では今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。こっち向いて、ハイエナちゃん。